フルエンス ZE は、ルノー ZE のウェブプログラムの一部として発売が予定され、2009年のフランクフルトモーターショーでコンセプトモデルが公開され、市販版モデルは2010年4月15日に発表された。社名の末尾につく、ZE とはゼロエミッションの略を意味する。なお、参加のルノーサムスンが発表した s m 三 z e は、フルエンス ZE と基本的に 同じ仕様である。2010年4月には、フルエンス ZE の詳細が発表され、専用ウェブサイトを通じた先行予約を顧客向けに開始した。販売価格は2万1300ユーロと公表されており、それは欧州における価格が3万3000ユーロほどの日産、リーフや3万5000ユーロほどの三菱、アイミフと比べても大幅に低価格であるが、 それは電池をリース方式としているために実現している。フルエンス ZE は2 2アワーのリチウムイオン電池が搭載され、航続可能距離は1 6 0トルを実現し、最高速は時速1 3 5トルと交渉されている。2011年にはイスラエル、デンマーク及びヨーロッパの他地域で発売が予定されている。 2012年3月1日シンガポールにおいて発売を開始。同年、フランスでも供給を開始した。フルエンス ZE コンセプト兄弟車のルノーサムスン SM3ZE 兄弟車のルノーサムスン SM3ZE モーターには最高出力 70kW、11000RPM、最大トルク 226Nm のローターコイルの同期電動機が使用され、 重量は 160kg となる。リチウムイオン電池の容量は 22kWh であり、重量は 250kg となる。後部座席の後方に電池を搭載するために、全長は通常の内燃機関搭載モデルよりも 130mm 延長されている。充電には 10A、16A220V の家庭用コンセントから充電した場合で6から8時間。 オプションで設定された急速充電機能を装備した場合は 32A400V の急速充電器を用いて充電時間は約30分。電池は専用の電池交換設備にて充電された電池と交換するクイックドロップシステムを使用する。またベタープレイスはフルエンス ZE がベタープレイスの充電ステーションネットワークで利用できる。 交換可能な電池を装備した最初の電気自動車になると公表している。ありがとうございます。